どうもジェス、今回はエポスカードをメインカードにしている YouTuber の方にインタビューしていきます。まずは本動画の総論です。結論から言うとこうなります。この動画を見ればエポスカードのメリット、デメリット、エポスカードとエポスゴールドの違い、あまり知られていないエポスカードの裏技的なことまでを知ることができます。今回はエポスカードをメインカードにしているためとくチャンネルのためとくさんにインタビューしていきます。では簡単な自己紹介よろしくお願いします。はい、 YouTuber のためとくと申します。私は金融機関で働いておりまして、今は YouTuber として活動しております。よろしくお願いします。お願いします。まず一番最初の質問なんですけども、現在のメインカードであるエポスカードのメリット、こちらを教えてください。まず海外旅行保険に厚いというのが一番のメリットかと思います。というのもですね、こちらなんですけども、年会費無料のカードで、これだけ海外旅行保険に厚いカードっていうのがあまりないんですね。そしてこれは後から知ったことなんですけど、障害死亡と後遺障害以外の保障は他のクレジットカードの保障と合算されるので、怪我や病気などを心配の方は手厚い保障を受けることが可能です。この障害死亡を後遺障害以外の保障が合算されると、障害死亡後遺障害以外の保障があるということなんですけども、この保証って何がありますか？障害治療費用と疾病治療費用、あと救援者費用なんかも合算されるので、より手厚くなるということになりますね。障害治療費用っていうのはいくらですか？エポスカードの場合ですと200万円つく形になります。200万円。それ以外の疾病治療費用もあるかと思うんですけども、それはいくらですか？270万円つきます。270万円。じゃあ例えばエポス以外のクレジットカードで海外旅行障害保険がだいたい50万円だとすると、障害治療費用がエポスは200万円なんで、合計で250万円の障害治療費用になるということになるんですよ。それは結構いいですね、合算できるっていうのはね。そうですね、単体で保険を入るとなると結構な金額になっちゃうので、こうやって足して保証を手厚くするっていうことができるのがエポスカードのメリットかなと思います。年会費無料で持てますもんね。そうですね。続いての質問なんですけども、エポスカードを申し込んで手元に届くにはだいたい何日ぐらいかかりますか？ウェブで申し込むと1週間ぐらいかかるんですけども、近くに丸井の店舗がある方なんかはウェブで申し込んでから審査がすぐ 1,2 時間あれば通るみたいなので、通り次第すぐ専用カウンターでカードを受け取ることができるんですね。そうなんですね。じゃあすぐに発行してもらえるんですね。早い方だと30分かからなかったっていう方もいらっしゃるみたいなので、すぐエポスカードを使いたいっていう方にはかなりお勧めできるサービスかなと思います。じゃあその申し込んでエポスの専用カウンターに行ってでカードをもらって海外旅行に行くこともできると、で保険が適用されると。そうですね、海外旅行保険の存在って、自分が海外旅行行くってなった時に保険のことってもう旅行に頭がいってるんで忘れてしまってるんですよ。直前になって加入するってなった時に、加入するにもエポスカードと同等ぐらいの海外旅行保険に加入すると大体1500円ぐらい、行く国によっても変わってくるんですけども、そのぐらいかかるので、即時発行できるエポスカードは魅力かなと思います。そうですね、1500円が実質永年無料になってプラス自動の保険がつくということですね。では続いての質問なんですけども、エポスカードの特典というか、何かセールで使うとお得になるみたいな、そういう特典でありますか？エポスカードの発行元のマルイで利用することができます。っていうのが、マルコとマルオの7日間といった年に4回開催されるセールで、マルイでのお買い物が 10% オフになることがメリットですね。ちなみにこのマルコとマルオの7日間っていうのは利用したことありますか？はい、あります。ネットショッピングとかも結構割引されるって聞いたんですけども、それも10% オフですか？実際私の住んでいる地域に丸井の店舗がないので店舗を利用することはできないんですけども、ネットショッピングでも 10% オフになるんで、そこは重宝していますね。送料とかってかかります？エポスカード会員だと送料無料なんですよ。あ、無料なんですね。いくら以下は有料とかってそういうのありますか？ないんですよね、それが。じゃあ最悪500円とかでも送料は無料になると。そういうことです。確かマルコとマルオの7日間プラス無印良品週間が重なれば、実質その 19% オフでお買い物ができるということなんですけども、まあそれも結構店舗に限るんですけどね。それもそんな感じですね。そうです、さすがですね。ありがとうございます。では続いての質問なんですけども、ためとくさんはエポスカードを使っていると思うんですが、どのような形でエポスカードを使ってますか？普段のショッピングで利用することはもちろんなんですけども、私は電子マネーにチャージして利用することが多いですね。電子マネー。ちなみに何にチャージしてますか？特にスターバックスを私利用するので、スターバックスカードにチャージする場合が多いです。スターバックスカード。そのチャージしてどのくらいの還元率を受けることができますか？エポスカードは一般的に 0.5% 還元なんですけども、スターバックス
ックスカードのチャージに限り 1% 還元を受けることが可能です。 1% 還元ってことはじゃあ200円につき2ポイントみたいな感じですか？そういうことになります。ちなみにスタバカードっていうのはスタバアプリでも大丈夫ですか？実際のスタバカードとデジタルのスマホアプリでも還元を受けることができると？はい、可能です。チャージに対する上限ってありますか？1000円以上からチャージすること可能なんですけども、最大3万円までチャージすることが可能です。3万円。スタバ以外では何かチャージしてますか？モバイルスイカにチャージすることも多いので、あとはパスモなんかにチャージしたりもしますね。モバイルスイカにチャージしてもポイント還元を受けることができると。あとは何か電子マネーってありましたっけ？楽天エディとかはやらない感じですか？楽天エディも可能ですね。タメトクさんはチャージする派ですか？楽天エディは。楽天エディはあまり利用はしないですね。じゃあ基本的にはスタバとモバイルパスモとかそういう系にチャージすると。そうなんですね。ありがとうございます。続いての質問なんですけども、ネットショッピングではエポスカードをどんな風に使ってますか？そうですね、エポスカードの場合、ネットショッピングですとエポスポイントアップサイトというところを経由してお買い物すると、最大で30倍のポイントを獲得することなんかもできるんですよ。エポスポイントアップサイトですか？そうですね、以前はたまるマーケットっていう名前で運営されていたんですけども、現在はエポスポイントアップサイトっていう名前に変更になっていますね。ちなみに先ほど30倍とおっしゃったかと思うんですけども、還元率に換算すると 30% でいいんですか？ 15% ですね。 15%。 タメトクさんはエポスポイントアップサイトで何かを経由してショッピングしてますか？はい、嬉しいのが楽天市場とかヤフーショッピングなんかも利用することが可能なんですよ。なのでそういったモールを経由して買い物をするっていうことをしていますね。楽天市場とヤフーショッピング、還元率とかはどのくらいですか？確か2倍なので 1% 還元っていう形ですね。 1% 大手が掲載されてるのは結構いいですよね。そうですね、利用はしやすいかなと思います。では続いての質問なんですけども、ポイントが貯まるかと思うんですが、そのポイントは何に使ってますか？エポスカードで貯まるポイントはエポスポイントなんですけども、交換先は結構あって、例えばポンタポイントだったり D ポイントだったり、あとは積み木証券なんかの投資信託に利用できるので使い勝手がとてもいいですね。貯めたエポスポイントで積み木証券にポイント投資をしていると。はい、そうですね。そのポイントを投資するにあたっての上限でありますか？上限は特にないですね。上限ないんですね。はい。ちなみにカード積み立て投資ってしてますか？利用してます。その上限っていうのもない感じですか？クレカ積み立てに関しては上限月に5万円という形になっています。5万円。じゃあポイント投資は上限なしで、クレカ積み立ては5万円と。そういうことですね。ポイントは全部積み木証券に移行してる感じですか？利用することが多いですね。エポスビザプリペイドカードにもポイントでチャージできるかと思うんですけども、それはしない感じですか？そうですね。あとはじゃあエポスポイントといえば JQ エポスポイントにも交換できるかと思うんですけども、こちらに関しては私ゴールドカードのインビテーションを今狙ってる状況なので、そのインビテーションが届いたら JQ エポスカードに切り返して JQ エポスゴールドカードに変更しようかなとは思っているんですね。修行中みたいな感じなんですね。そうですね。じゃあこの修行もちょっと後で聞いていきたいと思います。続いての質問なんですけども、今お持ちのエポスカードはキャッシング機能はつけてますか？キャッシング機能をつけていますね。つけてるんですね。なぜでしょうか？海外旅行に行った時とかにお金が足りなくなったなんてことがあった時に引き出しすることが可能なので、保険のためにつけているみたいな感じですね。ビザ加盟店で使えないところではキャッシングを使ってってやるみたいな感じですね。そうですね。何かこうキャッシングつけていると審査が通りづらいみたいな、そういう話を聞くんですが、その辺はどう思われますか？おそらく通りづらいとは思うんですけども、エポスカードって流通系のカードで基本的には審査に通りやすいカードと言われているんですね。なのでつけてもそんなに審査が通りづらいっていうことは体感ないかなとは思っているんですけども、私の知り合いの YouTuber の方でですね、エポスカードを申し込んだ瞬間にウェブページで発行不可という審査だったんですけども、おそらくこれは社内のデータベースかなんかで引っかかったかと思うんですけども、その辺というのはどう思われますか？そうですね、過去の発行枚数とか、あとは職業とかによっても弾かれている方っていうのは私も聞いたことがあるんですよ。ただ学生さんとかでもなんか通ってる方もいらっしゃるみたいなので、そこに関しては何とも言えないんですけども、これは一般的なクレジットカードの審査にも言えることなんですけども、例えば携帯電話の
番号だけとかよりは自宅の番号も書いてあったりした方がいいとか、あとは家族で同居している人の方が優遇されやすいっていう面はありますね。日本の審査のシステムだと勤務年数が物を言ってくるみたいな、そんな話を聞くんですが、そんな感じですかね。そうですね、要は信用力の問題なので、例えばカードを利用する方が支払いができなくなりましたって時に誰か他に払ってくれる人がいるかどうかっていうところが結構焦点になっていて、カード会社としてはお金が払ってほしいじゃないですか。そうすると家族がその方にいるのであれば家族に払っていただける可能性があるので、そういったところの審査っていうのはしっかりしているんだとは思うんですけども。今すごいいいこと聞きましたね。やっぱり支払い能力が物を言うということですね。そうですね。続いての質問なんですけども、エポスカードは2021年の4月頃に新デザインに変更したかと思うんですが、それについてどう思われますか？縦型に券面が変わって斬新でシンプルになったので、私としては結構かっこいいなと思っているんですよ。カード番号も表面に記載されてなくて裏面に記載されていて、あのデコボコがないエンボスレスっていうやつですよね。そういったものに変わって、私はスマートフォンにクレジットカードを入れることが多いので、デコボコしていると使いづらいので、この点はすごい良くなったなと思っています。スマートフォンに入れてるんですか？スマートフォンにカードケースを貼り付けてそこに入れてるって感じですね。デコボコしていないからこう出し入れしですみたいな、そんな感じですね。裏面にもサインしなくていいんでしたっけ？裏面に今回サインを書かなくていいっていうのが結構衝撃だったんですけども、私の場合あまり字が得意な方じゃないので、せっかくかっこいいカードでも裏面に私の字で台無しにしてしまうみたいなことになってしまうので、書かなくていいっていうのはちょっと私にとってはかなり嬉しいですね。なんでこれ裏面にもサインしなくてよくなったんですかね？カップ販売法の改正によってサインする必要がなくなったということを聞いております。そういうふうな法律になってきてるということですね。そうですね。では続いての質問なんですけども、エポスカードのデメリットって何かありますか？一番のデメリットは還元率がさほど高くないということですね。還元率が 0.5% 還元なので銀行系のカードと同等レベルです。それと丸いの利用での優遇の他に際立った点がないっていうのもデメリットの一つかなと思います。基本還元率が 0.5% と丸い以外での利用がデメリットと。そうですね。先ほど銀行系のカードとおっしゃったかと思うんですけども、その銀行系のカードって何がありますか？よく話題に上がる三井住友カードになりますね。三井住友カード、三井住友カードも基本 0.5% と。そうです。ちょっと前の話に戻ってですね、エポスカードについて聞いていくんですけども、家族カードってありましたっけ？残念ながらエポスカードに家族カードはないんですね。なので個人でそれぞれ発行するという形になりますね。それでも年会費無料なんでいいですよね。そうですね。他にはエポスカードのデメリットってありますか？ポイントの付き方に特徴があるところですね。というのもエポスカードは200円につき1ポイント貯まるんですけども、例えば399円を利用した時に対して付くポイントっていうのも1ポイントなんですね。1回ごとの決済でポイントが付く形なんですよ。月ごとの合算じゃないと。そうなんですよ。なので端数に対してはポイントが付かないという形になります。じゃあ199円がその無駄になるということですね。そうなんですよ。もったいないですよね。よくですねエポス修行と呼ばれていまして、決済額を積み上げていってでエポスカードがもらえるというのがあるんですが、それを狙ってる感じですか？はい、まさに今それを狙っている最中ですね。エポスゴールドを狙っているということなんですけども、決済に関しては先ほどのスタバにチャージと、あとは何かに使っているのがありますか？普段のショッピングに利用したり、公共料金の引き落としなんかもエポスカードに変更しましたね。普段使うということはそのスーパーとかそんな感じですか？そうですね。公共料金も対象なんですね。そうです。先ほど言った積み木証券のカードでの積み立ても対象なんですか？と言われているんですけども、そこに関しては本当かどうかっていうのがまだ公式発表されてないのでわからないところではありますね。ちなみにですけども、大体どのくらい使ってインビテーションって届きますか？早い方だと2-3ヶ月で届くと言われています。決済額っていうのはあんまり関係ない感じですね。カード会社にとっては利用していただいた方がそういったお客様を優遇するのであるかとは思うんですけども、インビテーションが来た方のデータを集めてみると、どうやら決済額というよりは利用回数の方が重要かなと思いますね。そういうデータ集めてるんですか？データは集めてますね。というのもいろんな方がやっぱりエポスゴールドはどうやって取るのって興味あるかと思うので、そういった情報を流されている方も多いので全部集めていく感じですね。それはいいですね。ツイッターとかで集めてる感じですか？そうですね。ツイッターでも集めてますし、あとは
ブログなんか書いていらっしゃる方もいるので、そういった方の勉強させていただいているという感じですね。為徳さんは有益な情報も配信しているかと思いますので、ぜひツイッターでフォローしてみて動向とか伺ってみてください。では続いての質問なんですけども、エポスカードとエポスゴールドの違いって何かありますか？大きな違いは3つほどあるんですけども、1つがポイントの有効期限がエポスカードの場合ですと2年なんですね。ただエポスゴールドに関しては無期限になるんですよ。ですのでポイント利用期限を気にしなくていいというのがいいですね。エポスカードのポイント有効期限が2年間、じゃあポイント加算日から2年間ということですね。そうなんですね。先ほど違い3つとおっしゃったかと思うんですけども、2つ目って何がありますか？選べるポイントアップショップっていうものがあるんですね。選べるポイントアップショップ、どういったサービスですか？300以上のショップの中から3つご自身が利用するものを選んでいただいて、そこでの利用に対してプラス 1%、 エポスゴールドカードの通常還元率が 0.5% ですので 1% プラスされて 1.5% になるというものがあります。 1.5% チャージとかでも 1.5% ですか？そうですね。モバイルスイカを選ぶこともできまして、モバイルスイカにチャージでも 1.5% 還元を受けることが可能です。じゃあ公共料金も対象みたいな感じですか？そうですね。じゃあ3つ選べるということで、先ほどはモバイルスイカと公共料金と他何か、為徳さん、為徳さんはエポスゴールドじゃないんですもんね。実は以前エポスゴールドカードを保有していたんですけども、ちょっと訳あって解約なっちゃったんですね。ちなみにその訳って話してもらうことできますか？私の動画でもアップはしているんですけども、住所変更をしたんですけども、カードの住所変更をしていなかったと。利用から1年か2年かな、そのぐらい経つと自動解約されるということになりまして、まあ見事に利用しようと思った時にカードが使えなかったということですね。ちなみに先ほどの選べるポイントアップショップの3つ目って何を使ってましたか？私の場合ですと、自動車乗って高速道路をよく使うので ETC カードの利用に対して使っていますね。それもポイントアップできるんですね。そうなんですよ。 ETC 利用でポイントアップするようなカードっていうのが聞いたことがほとんどないので、とても役立っていましたね。これは初耳ですね。高速乗っても 1.5% 還元はいいですね。続いて大きな違い3つ目教えてください。3つ目は年間ボーナスポイントというものがもらえます。こちらなんですけども、年間で50万円利用すると2500ポイント、100万円利用すると1万ポイントがボーナスとしてもらえるというものです。50万円で2500ポイントということは還元率換算で 0.5% と、100万円決済で1万ポイントということは実質還元率 1% 還元と。そうですね。これも結構いいメリットですね。100万円使うことを前提に考えれば、さっきの選べるポイントアップショップで 1.5% 還元プラス100万円決済で1万ポイントで実質0.0% 還元、合計で実質 2.5% 還元ですね。私の中で結構これもメリットかなと思っているのが、だいたいゴールドカード系って100万円使って初めてボーナスポイントがもらえるっていうものが多いんですけども、50万円でもボーナスがもらえるっていうのは結構嬉しいかなと思いますね。確かに考えてみるとないですね。100万円決済はありますけど50万円ないですもんね。そうなんですよ。そういうメリットもありますね。なんか他にエポスカードとエポスゴールドの違いってありますか？エポスゴールドですと空港ラウンジの使用料が無料になるというのもメリットの一つかと思います。空港ラウンジ、ちなみにエポスゴールドの保険額っていうのはどのぐらいですか？エポスカードより少し手厚くなる形になりますね。どのぐらいの額ですか？障害死亡とか、あとは後遺障害に関しては2倍の1000万になるんですけども、あとは障害治療費用が300万、疾病治療費用が確か300万円になるんで少し手厚くなるといった感じですね。そうなんですね。エポスカードの障害治療費用は200万円と。ってことはじゃあ100万円アップですね。そうですね。でエポスカード疾病治療費用は270万円、エポスゴールドが300万円ですので30万円とちょっとアップと。ってことはじゃあ空港ランジも無料で使えて、旅行先でも保険が効くと。国際ブランドがビザなので世界中で使うことができると。これはもう万能型のクレジットカードですね。そうですね。1枚あれば困ることはないかなと思います。続いての質問なんですけども、ほとんどの方が知らない海外旅行の際に使うエポスカードの裏技的なものって何かありますか？結構韓国に行くことが多いんですよ。そこで利用する免税店でのちょっとお得技というか、そういったものがあるんでご紹介させていただきますね。韓国で一番大きい免税店っていうのがロッ
で免税店っていうところなんですけども、そこでのエポスカードを利用すると優待されるというものがあります。どういった形の優待を受けることができますか？エポスカード利用で最大で 15% オフになるというものと、あとはギフトカードがもらえるというものなんですよ。この利用の仕方っていうのがあって、この免税店の案内デスクっていうのが必ずデパートの中に入っているので、そこでエポスカードとパスポートを提示すると、この免税店のVIP カードの申し込みができるんですね。その VIP カードを発行して会計時に VIP カードを提示してエポスカードで支払うと最大 15% オフというものですね。それはエポスカードだけですか？エポスゴールドも使えますか？エポスカードの場合ですと 5% から 10% オフなんですけども、エポスプラチナとゴールドの会員に関しては 5% から 15%オフになるという。なので一般カードでも VIP カードが持てるっていうのがあまり知られてないんじゃないかなっていうものですね。面白いですね。ある意味裏技ですね。エポスカードだけですもんね。そうですね。以上、ためとくさんにインタビューをお送りしてきましたが、最後に何か一言あればお願いします。私の場合はカードをたくさん保有してお得をゲットするっていうよりも、必要なお得だけを取りに行くっていうスタンスでやっています。金融業界も結構長かったですし、その裏側も知っているので、そういった面も踏まえた上での見解を発信をしていますので、皆様に合ったお得の検討材料にしていただければ幸いです。金融業界の経験もあるということで、ためとくさんをフォローしておけばかなり有益な情報をゲットできるかと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、あとはツイッターもやってますよね。はい、ツイッターもやっていますので、そちらをフォローしていただければお得な情報をゲットできるかと思いますので、よろしくお願いします。以上、エポスカードをメインカードにしているためとくさんにインタビューをお送りいたしました。ためとくさん、ありがとうございました。ありがとうございました。